違いますよね。石あるところに道はふやけれという言葉を大切にしています。手羽先です。ハキハキとしていて意志がとても強くてかっこいいです。ゆうです。いつも元気いっぱいだからです。高校の先生がレオとつけてくれました。意味はレオパードで動物のヒョウという意味で、コートを駆け回ってゴールをゲットしてほしいという意味が込められています。クラウンスポーツです。エネルギーあふれるディフェンスです。ストレッチをします。ダンスやるんですか？ちょっと待って。え？曲なしに？マジか。曲なしきついね。応援よろしくお願いします。